ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だより。皆さんこんばんは。テレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレイス・ノートでスビングラシエート役を演じております山下誠一郎です。暑いね。この番組は現在放送中のテレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレイス・ノートの魅力情報をお届けするラジオ番組です。はい、第6回の放送となりました。もう6回か。そっか、皆さんこんばんはって6回言ってんだ。早いなぁ。そこって言って、そうですね、なんかあっという間に1話1回目の時はね、ゲストにグレイタン上田さんが来てくれましたけど、大変緊張したのを覚えております。まあ今もね、緊張してもう心臓がちぎれそうなんですけど、まあね、楽しんでいけたらなと思います。なんだろうな、緊張よりも暑いのだるいが勝つんですよ、もうこの時期。私はまあどっちかというと冬派でございまして、いや夏の暑さがなんか今年は特に体質の変化をまざまざと感じていて、なんか年ってね、こんな今言ったら怒られるけども、別に年齢的にはまだまだだけど、なんかその体質の変化みたいなものが感じまするね。年々変わってくる。でも今年の暑さは雨が長かった分、急に暑さが来てガクンときましたね。僕は割とそれで頭痛が起きたり、気圧とかで起きやすかったんですけど、激弱ですね。もう天気にもてあそばれてるんですけどもね、本当に。まあ今は晴れてね、皆様もう夏休みでございますし、いろんなとこ出かけてると思うんですけれども、まあ今日が3連休の初日ということで、今年はお盆休みと合わせてマックス9連休取れちゃう方もいるそうで、ゴールデンウィークじゃないですかみたいな9連休。まあね、海外行ったり国内旅行、まあ国内どこも暑いかもしれないけどね、行けたりとか、あるいは 9日間もう涼しい部屋で過ごすっていう、涼しい部屋でフェイトを見るっていうのもありっちゃありですね。はい、ちなみにまあお盆なので実家や、まあ地方とか、まあ実家に帰省される方も多いとは思うんですけれども、私はまあ帰るのは年一かな。最近はなんか夏に帰ってた時もあったんですけど、なんだかんだなんか実家の方もいいよ、暑いし帰ってこなくていいよって言われちゃうんです。帰ろっかって言ってもいいよって言われちゃう。自由な親でございます。まあね、祖父母ともにありがたいことにまだまだ健在ですので、なのでね、まあ少し仕事ぶりとかで元気な顔声をね聞かせてあげられたらいいなとね思う、けなげな孫でございます。自分で言うなっていう。でも母親にはこの間会いました。まあ先日ですね、私自分が、役で参加させてもらってるアニメのライブがありまして、それを大阪でライブをした時に母親が見に来てくれていて、僕はライブで通路を通ってたんですよ。通路から出てきてお客さんとハイタッチをしながら歌ってステージに戻るっていうところだったんですけど、通路の手前に母親いて、母親とその母親のお友達を連れてきてくれて、もう漏れなくハイタッチしてやりましたね。母親手引っ込めたんですよ、あの時スッって。でもうグッて押して、そうちょっとなんかこう息子パワーを、まあ確かに僕もあんまりこう意識、親がいるって意識すると多分ブレちゃうから、なんか考えないようにしようと思ってたんですけど、親も親でやっぱ不思議でしょうね。なんか息子が実家で見たことないキラキラした衣装を着て笑顔で歌って踊っているっていうね、改めて感想を聞きたいところなんですけれども、まあね、まあそれは冬のお楽しみにとっておこうということで、それでは始めていきましょう。ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だよりスタートです。ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だより、改めまして山下誠一郎です。皆さんお気づきかもしれませんけれども、今回は私オンリー
単独レディオ一人会でございます。はいね、まあ、もう本当に初回の方から素敵なゲストの方がもう連続ずっと来てくださっていたことがもうまあまあ言ってしまえばありがたいし奇跡のようなことなんですけれども、まあね、自分がパーソナリティやらせてもらっているということで一人でも頑張ろうというねことで、まあ逆に緊張するみたいなところはありますね。うん、こんだけ6回やってきてね、うん、なんだろう、こう、うん、緊張するぞ、初回のような緊張感が。なのでちょっと今回は一人なんですけれども、まあ皆様がなんだろうね、もちろん集中して聞いていただけたら嬉しいし、なんかこう勉強とか家事とか仕事の合間いいのかなとかにね聞いていただけるだけでもありがたいので、僕も力を抜いてリラックスして、やりたいと思います。はい、ということでですね、まあ、まずテレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿のメッセージ感想をたくさん届いておりますのでご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネームみさきちさんからいただきました。ありがとうございます。山下さんこんばんは。こんばんは。アニメ第4話5話とマーベリー工房でのお話でしたね。推理あり、足立野さんのサウナシーンでお色気あり、大事グレイタンなどなどのアクションありとすごく面白かったです。5話の最後ではいよいよレールツェッペリン登場ですね。まだ言えないこともあると思いますが、レールツェッペリン編の見どころなどお話しできることがあれば教えてほしいです。はい、ということで、もう一つご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームなんとかナールさんからいただきました。ありがとうございます。アニメ第5話見ました。ありがとうございます。ブラックドッグからグレイタンを身を挺して守る獅子号さんがめちゃめちゃかっこよかったです。あんなお兄ちゃんがいたらな。次回からのレールチェッペリン編も楽しみです。スビンはどんな活躍をするのかな、ということで、ね、2つ続けてお伝えしました。美咲地さん、なんとかナールさん、ありがとうございます。ということで4話5話はマーベリー工房でのお話ということで、まあ高齢化のウィルズからの依頼で、まあそこで足立野さんが、ね、登場し、まあ、ちょっとまあ2世の推理もさえ渡りっていうところで、まあやっぱこう推理ものというかミステリーもののなんか肝というか味噌というかお決まりですけど、2世が絶対、名探偵が必ず何とかしてくれるっていう安心感のもと、どうなるんだどうなるんだっていうのを楽しむ、絶対解決するって分かっている上でそのロジックを味わうっていう探偵ものの良さが、なんかなんだろうな、2話ちゃんと通して描かれていて、なんて言えばいいんだろうな、本当に根っこは探偵ものっていう感じがして、そこにこの作品の個性である魔術っていうところ、まあなんかその魔術っていうものを絡めて、 でもなんか身近に、まあ僕らが生きている中で魔術っていうものはあっても、目にはできない、耳にはできないことかもしれないけど、本当にありそうな感じがするって思うのが、なんかこの作品見てていいなって思うとこなんですよね。僕はすごい理屈が通ってるというか、もちろんそれはもう魔術交渉のねお力もあってのことなんですけれども、なんか骨組みは本当に見やすいエンタメ作品でありながら、ちゃんとフェイトらしい魔術っていう部分でのなんか解き明かし方とかがすごい面白いなって思いますね。あとはね、サウナシーン大事ですよね。うん、足立野さん結構僕いいなって思いますね。あのなんか謎めいた女性っていいですよね。なんかすごいもうぐるぐる巻きにするし、あのぐるぐる巻きにされたいという話ではなくて、僕が、はい、されてもスビンはダメですけど、僕ならされてもいいかもしれない。あれ今気づいたんですけど、ストッパーがいないとこんなに気持ち悪いのかって、なんか樽を知るじゃないや、なんかいつもスビンでなんか、うんうん、グレイタンクンクンとか言ったら、ちゃんと上田さんがいやーって言ってくれる。そう、伊藤さんもうわ気持ち悪いって言ってくれる。ない、そっか、好きの反対って無関心だもんな。だからあのリアクションがない方が怖いんですよ。 うわって言われる方がまだ、うわちょっとなんか一人だから余計にこの部屋で響くんですよ、この虚しさが。なんでだろうな。はい、グレータンのね活躍もありましたし、もちろん足立野さんもね、あのなんかこう2世となんかただならぬ何かがあったような
因縁とも言い難い、まあ、因縁ではあるんでしょうけど、なんかそういうのもありつつ、なんかこうこれからもどんどん関わってくるキャラクターになりそうなのでね、サウナ元井活躍を楽しみに、まあ、そしてグレイタンの、まあ、ロンゴミニアド発動して、あれはすごかったですね。あのアフレコ現場行きたかったなって常々思っておりました。どんな風になっていたんだろうっていうところで、そしてまあ5話の最後でレール・チェッペリンに対するお話が出てきたので、まあ獅子号さんもそうですよね。なんかこうやっぱりどんどん4話5話であの魅力的なキャラクターが増えて、なんかこうそれぞれのなんだろうな、本当2世に匹敵するような立場というか強さを持った人たち、強さっていうのはなんかパワーとかっていうよりは立ち位置的なところで、それぞれが独立した野望とかを秘めているっていう、なんかそういう仕組み3仕組み4仕組みの関係みたいなのがやっぱり出てくるとより話が面白くなってきますよね。そういうところに対してグレイタン、もうナチュラルにグレイタンって言っちゃうんだよな、やばいよな、まあ、グレイとか、まあ、僕スビンフラット、まあカウレスとか、もうあの生徒たちがその大人たちを見てどう思うのかっていうのもな気になるところなので、これから楽しみですね。スビン出てるといいな、あの詳細はオンエアでっていうところで、僕ももっと活躍したい、もっとあのパラリアモース銃声魔術使いたいですね。はい、もう一ついただきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームトルコキキョウさんからいただきました。ありがとうございます。山下さんこんばんは。こんばんは、アニメ見ました。ライネスがマーベリー工房の地下を見つけて歩いていくシーンは時期もあってまるで肝試しをしているような気分で、何か急に出てくるんじゃないかとドキドキしながら見てました。山下さんは怖いの平気ですか？なるほど、怖いのはジャンルがあるじゃないですか。僕はあの日本のホラー、ジャパニーズホラーみたいなのが苦手です。あのいわゆるあの幽霊とかの方、あのグロテスクとかゲテモノ系とかモンスターパニック系は全然平気なんですよ。結構あのゲームとかであのゾンビを撃ってな、バイオにハザードするゲームが僕好きでバイオにハザードするゲームが僕はすごい好きなんで、あれで耐性ついたのかな。なので心霊、あの振り向いたらいるとか、ああいう隙間から見てるとかの方が怖いです僕は。そうですね、この夏の時期になるとたまに仕事をするんですけど、あのなんか怪奇映像特集とか特番でバラエティやるじゃないですか。あれのボイスオーバーとかやったこと何回かあって、夏の時期にあの収録本当にあの結構先輩方と一緒に入って、まあ本当にアフレコみたいなノリでやるんですけど、あの時はそれこそあのまあ視聴者一般の方から持ち込まれたビデオテープを再生するみたいなノリで、なんかこんなとこやめようよみたいな、お前勇気がねえな、俺は行くぜみたいなやつで、僕は大概ビビる方なんですけどそういう時とかって、あのいわゆる僕の苦手な振り向いたらいる系のホラーが多いんですけど、仕事だと平気でしたね。もうなんか当日怖くて仕方がなかったんですけど、あのもう仕事だともうこの人の芝居合わせなきゃいけない、タイムコードあのこの秒数で喋んなきゃいけないってなると、その怖いとか言ってられなかったんで、仕事では意外とっていうと、なんかどうしよう、仕事で来そうですよねジャパニーズホラー吹き替えみたいな。なのでそう、あの夜中トイレ行けなくなる系になっちゃうんです、怖くて。物音でダメになるタイプなので、僕はちょっとそういうのは苦手かもしれないな。なので、うん、そういうのが苦手でございます。うん、次以上です。ない以上でございまして、本当に、メッセージたくさんありがとうございます。そして今夜からは、ロードエルメロイ2世の事件簿、レール・チェッペリン、グレイスノート第6話が放送されます。アニプレックスさんの YouTube チャンネルではもう予告動画が上がっている頃かな、きっと多分皆様見られたと思うんですけれども、まあなんか予告だとスビンがやばいんですけれども、やばくはないか、素直な一途な愛をね言っているだけなので、まあ先に言ってしまえばグレイタン可愛い回、スビン君でなくてもみんな大好きグレイタンファン必見の回です。ん、今上田さんの声が聞こえた気がした。多分今上田さんがどこかでヒーって言ったんだと思う。
怒られちゃいますね。はい、みんな大好きグレーター、まあ、一見の回です。まあ、あらすじというとデパートを訪れたグレイとライネス、そしてルビアも交えてデパートをショッピングして回ります。これは素晴らしい。ところが何らかの原因でデパートに閉じ込められてしまい、いろんな意味で女子会な会ということです。素晴らしい。私はいるんでしょうか。その目にもう暴走してますね。その目に焼き付けてください。はい、僕もオンエアが楽しみですね。はい、お楽しみにということで、今夜から放送の6話ですね。引き続きですね、番組ではリスナーの皆さんからの、質問、アニメの感想などお待ちしております。メッセージの宛先はメールの場合すべて小文字でelmeloi_anime@joqr.net elmelloi elmeloi_anime@joqr.net まで送ってください。たくさんのお便りお待ちしております。それではここで1曲お届けしたいと思います。ロード・エル・メロイ2世の事件簿、レール・ツェッペリン・グレイス・ノートのエンディングテーマ、アスカさんでひばり。ロード・エル・メロイ2世の事件簿、エル・メロイ教室だより。続いてはこちらのコーナー、先生勉強になります。はい、こちらはですね、エル・メロイ教室の天才児スヴィン・グラシエートにちなみまして、スヴィン君が逆に天才が逆に知らなそうな、どうでもいい知識、役に立たなそうな知識を紹介していくコーナーです。本当にいつもしょうもないほどいいですよって言ってるんですけど、本当にタイトルの通りめちゃくちゃおえーってなるようなコーナーになりつつあるので、なんだろうな、いいっちゃいいけど良くないっちゃ良くないのかもしれない。はい、前回もですね、シャボン玉は磁石にひっつきますとか、レーザーってレーザービームのレーザーって略語なんですとか、ほわーってなる、もうほわーしか言ってない素晴らしい知識をご紹介しました。本当になんだろうな、天才っていうか頭いい人が知ってそうなことみたいな感じなので、なんだろうな、そろそろ僕もはっとか言ってみたいですね。いつもゲストの皆さんのこのどうでもいいの反応を聞いてきたわけですけれども、僕もそろそろって言いたいですね。はい、ということで早速ご紹介したいと思います。ラジオネーム黒メーカさんからいただきました。いつもありがとうございます。スヴィン君ご存知ですか、タピオカというのはデンプンという意味の単語であること。ほう、ミルクと砂糖たっぷりのカロリーの魂じゃない、カロリーの塊魂込めてるけどね、魂込めて作ってもらってますけれども、カロリーの塊にデンプンを大量に突っ込んだ飲み物、さあガンガン食しましょう、ということで黒メーカーさんありがとうございます。デンプンか、キャッサバってのは聞いてましたね。なんかでも確かにタピオカの方が可愛い。そうか、デンプン、ミルクと砂糖たっぷり、まあミルク、タピオカミルクティー、そうかそうか、に大量にでんぷんをまあタピオカをぶち込んだ、ここに来て今年2019サマー
山下誠一郎にタピオカブームが来ているんですよ実は。はい、もうだからこれははぁとか言えないそうだねって言っちゃう。あのまあきっかけは話しましたね、友達と一緒にその友人が上げた SNS 上に上げた動画で載っているんですが、ライブで大阪に行った時に初めて僕はお店でタピオカを買って飲んだんですけど、なんだこれはみたいな。きっとあの90年代にあのうわナタデココやべえってなったのと同じ感覚だと思うんですけど、あのめっちゃすごいですねあれ。なんだろうな一挙両得というか、あーおいしいなんだろう、あのなんだろうな、飲めて食えて、なんかあのカツカレーみたいなありそうでなかったものを混ぜたらまあなんかありそうでなかったみたいな、あの化学反応じゃないですかねきっと。うわすごいみたいな。僕最初あれ恥ずかしながらあれ黒豆だと思ってたんですよ。なんでみんな紅茶に黒い豆入れて飲んでるんだろうとか言って、豆がそんなに得意じゃないから飲まんなって思ってたらあれは豆じゃなかったってそう、そもそもそこからなんですけど、まあハマってしまいましたね。好きあらば1日1回飲んでるんじゃないかお店で買って。だってこれカロリーの塊、ふーん、それがどうした、逆にふーんだよっていう、そこにふーんだよっていう、もうそんなもんもうよくはないけど、それをどうでもいいと思うくらい筋トレして取り返すしかない。きっともうバキバキにしてタピオカ飲んでやらなきゃなって思いますね。僕はやめませんね。いやタピオカ飽きるまで飲み続けますね。はい、なのであのほーんそれがどうしたっていうところであの抵抗して、新しい結論が出ましたね。ふーんじゃなくてそれがどうしたっていう対抗心っていうところでね、僕はこれからもタピオカを愛し続けてタピっていきたいと思います。そうですね、黒メガさんありがとうございます。続きまして、ラジオネーム朝ギリギリまで寝てたいですさんからいただきました、ありがとうございます。私もです。これはとんがりコーンは指先につけて食べるとさらにうまい。はこれです、こういうことです、理想的なリアクションはっていう、ほえっていう無意識に来るやつ。とんがりコーンは指につけて食べるとさらにうまい。さらにうまい、なんで。なんかまあ確かに子供の頃やりましたよねきっと。あの1つの指に何個も重ねる集中型と10本まんべんなくつける鍵爪型と僕は鍵爪型だったんですけど、なんでだろう。まあとんがりコーンさんもいろいろ味ありますけど、なんだろう、あのあでも指先につけて食べるってことはあむってなって指ごといくわけじゃないですか。その指の汗がしあの塩味を増幅させるから美味しいってこと。夏場は暑いな、とんがりコーン食べよういい塩味ってこと、まあ、ベーシック塩味じゃないですかあれは。だからですよねきっと。指先に食べるとうまいって、だって指ペロペロするってことでしょ。ちょっと言い方があれですけど指ペロペロあでもつくじゃないですか結構。あ考えちゃダメですか。本来まああれはだってね、自分の手に黒をつけて、どういうことあれですよ、スビンのように銃声魔術ごっこができるんですよとんがりコーン。そうだよ、今ひらめきましたよ。みんな手にとんがりコーンつけて一言パラリアモース、これでもう君も銃声魔術の使い手だっていう、これコラボいけるんじゃないですか。スビン君味じゃない、なんだろう、こう銃声魔術キットセットみたいな。いいですねこれ、真面目に。なんかどっかハウス食品さんかな、とんがりコーンって聞いてるといいな聞いてるといいなちょっと限りなく可能性にかけたっていう感じなんですけれども、まあね、結論としてはあの汗をよくかく夏場ぜひあの追い塩でとんがりコーン食べて、で、スビン君ごっこをして楽しんでください。はい、ということでこれでいいのかな。まあね、あの素晴らしいあのひらめきをくださった朝ギリギリまで寝てたいですさんに感謝です。僕もやろう今度。
もしイベントがあるならば僕はとんがりコーンをつけていきたい嘘ですということで引き続きリスナーの皆さんが知っていたり実践したりしているどうでもいい大事ですよどうでもいい知識をお待ちしております。以上先生勉強になりますでした。パッラリアモース。ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だより。ここでテレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレイス・ノートからのお知らせです。まずは放送情報です。アニメ事件簿は東京 MX、BS11、群馬テレビ、栃木テレビにて24時から。そして MBS なんですが、いつもは27時8分なんですが、今回は MBS にて28時8分から1時間後の放送になります。28時8分です。いつもと違うのでお間違いのないようお願いします。さらにアベマ TV では地上波と同じ24時からウェブ同時配信でご覧いただけます。どうぞお見逃しなく。そしてブルーレイ&DVD サウンドトラック予約が絶賛受付中でございます。ブルーレイ&DVD 第1巻サウンドトラックともに9月4日水曜日に発売です。公式サイトではですね特典のドラマ CD の視聴ができますのでぜひチェックしてみてください。続いてコラボイベント情報です。現在アトレ秋葉原にて、ロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレイス・ノートとのコラボが開催中です。開催期間は8月31日までとなりますのでぜひ足を運んでみてください。そして街遊びカフェにてコラボカフェも開催中です。東京、大阪、名古屋、美山、北九州の街遊びカフェにて8月25日まで開催しておりますのでこちらもぜひ足をお運びください。さらにローソンでもコラボが開催中です。ローソンではオリジナル商品のクリアファイルがありましてそれがなくなり次第終了となりますのでお早めにゲットしてください。オンライン予約販売期間は9月3日の火曜日まで、コラボ店舗実施期間は8月20日までとなります。どちらも詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。以上お知らせでした。お送りしてきましたロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だより。そろそろお別れの時間になってしまいました。一人でもあっという間でしたね。緊張しておりましたけれども皆様いかがでしたか。楽しんでいただけたら幸いでございます。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。アニメの感想やコーナー宛てのお便りなど何でも OK です。メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だよりまで。メールの場合すべて小文字でエルメロイアンダーバーアニメアットマーク joqr.net ELMELLOI エルメロイアンダーバーアニメアットマーク joqr.net まで送ってください。はい、ということで今回もね、お送りしてきたんですけれども、まあ、初一人なんだろう恐れていた事態がっていうわけではないんですけど、いやちょっとこう緊張しましたね。ですがなんだろう昔もっていうかかつて、また文化放送さんで一人でラジオをやらせていただく機会が昔ちょこっとあったんですが、その頃よりはなんだろういい意味でなんか自由にやれてるというか楽しくやれてる気がしますね。なんか積み重ねだなって思いますね。何でもなんか僕は特に一足飛びで物事が上手くなるタイプじゃないので、なんかこうやって一つ一つこうステップアップさせてもらってる感じが、そういう場を与えてもらってるのがね嬉しいですね。本当にいいね、綺麗に締めるっていう言わなきゃいいんだよってね、はい、綺麗に締めようと画策しておりますが、まあ、本当に実感しております。たくさんお便りもいただきましてありがとうございます、ね、これからもアニメの放送とともに楽しくお送りしていきたいと思います。それではここでお別れのお時間です。この時間のお相手はテレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレイス・ノートスビングラシュエイト役山下誠一郎でした。バイバイ。